お疲れ様のソマピーです。今回はこちらですね、クローシスバジュラ使っていきたいと思います。いやー、やはりこうね、診断が発売されてこのバジュラが目玉カードということで早速デッキ組んできたんですけども、このデッキね、なかなか強いんですよ。まずクローシスっていう色合いなんですけれども、まあ青をね取り入れることによって、まあ、このアクアサーファーをとりあえず入れといて、あとエナジーライトであったりとか、この診断のカードのブレインチャージャーといったね感じで、なかなかね、マナカーブもよくできてて、でドローもできると。でその上でコッコルピア4積みしてからの、まあ、バルキリードラゴンで、バジュラを持ってこれるっていうのもありますし、あとバルキリードラゴンからバジュラだけでなくね、一応こうサブアタッカーというか第2の切り札としてボルメテウスも1枚ピン差ししておいて、で進化元としてはメルガルスやゾルベールといった感じでドラゴンもねふんだんに入ってるんですけども、このゾルベールがまあ強い。この5マナの5コスの4000のブロッカーだけでもいいんですけど、進化元のこのドラゴンにもなりますし、あと上から1枚墓地に置いて、で墓地から回収できると。なんでバジュラとかが、最初の方でねハンデスされてもこのゾルベールで持ってこれるんですね。でしかも5コスなんでコッコルピアからだと3で出せるといった感じで、4ターン目にブレインチャージャーかましてからのコッコルピアゾルベールっていうね、なかなかにビッグムーブをかますことができるということで、あとはファントムバイツと源流砲をねこの3と2で入れてるんですけど、これはね環境を見てます。やっぱりこう診断が発売されてドラゴンの需要が増えたので、コッコルピア使いたいという人が絶対多いんですよ。でそのコッコルピアを倒すバイツと原理法ですね、まあ、あとは普通に2000円以下をそのまま焼けるということなので、ミストリエスなんかもね焼けるといった感じで、こいつらがね今のところ環境で強いかなと思いましたんで、このクローシスバジュラでやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。はいはい、こうこうと。で今はみんなドラゴン脳になってるはずなんですよ。そのドラゴン脳に対して私がバジュラじゃないわ、ファントムバイツだったりとか源流砲で鉄槌をね下していきたいところなんですけども、ちょっと今あまり勝ててない普通にプレイングが甘いですよ。まあ、ここからね勝っていきます。やっていきましょう。さてさて、あ、これカチュアのシークレットのこれプレマットですね。カチュア持ってる、つまりカチュアを当ててるということでしょ。しかもわざわざシークレットで当てている、つまりそういうことですね。わかりました。これドラゴン脳です。と思ったけど、普通にデモハンド置いてきた。まあ、一旦アクアサーファー埋めといて。まあ、でもデモハンドだけだったらね、大体のデッキには入るんで。もしかしたら、そうだな、闇でしょ？アブゾドルバー。いや、さすがに考えられないか。アブゾドルバー使ってると、今のところ当たってないけど、デモハンド2枚埋める。OK。このデモハンド2枚を、なんかその、マナに埋まったっていう状況。これは当たり前じゃねえからな、こんな状況な。うん。とりあえずこっちもアクアサーファー。もうお互いに、大型シールドトリガーをマナに送り合っていくっていうね。でもうあんたさ、そんなやつおる。じゃあとりあえずココルペア出しますか。まあでもこれは普通になんか除去される可能性はあるんですけど、別にそれはもう問題ないんで、除去をここに使ってくれるならジルワーカクラウゼバル、あーでジルワーカってなんだっけ、ガーディアンか、クラウゼバルキューラの進化元になるよね。はい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 、いらっしゃいませ。エナジーライト、これ多分狩猟魚使わないよね。でここはまあエナジーライト打って終了でいいかな。そい、引きます。どうぞ。で次バルキリードラゴン出して、まあバジュラに普通に持っていく感じでいいかな。これアルカディアス出されてもバジュラでしばけるんでね、バジュラの方がアタック上ですから、パワーがね、パワーありますから。1万3000とトリプルブレイカーで毎ターン2マナをかっさらっていくやつをどう除去するかみたいな。オッケー、そいつはバイツで枯れる。よしよしよし、こいつはもうあの最優先で借ります。オッケー、バジュラ引いていく。でここは1000国持っといてもいいな。ダイナマイト1000国持っといてもいいが、あ、待って、間違えたもいいや間違えた、あのあれだ、闇マナ忘れたわ。まあいいや、1000国埋めてバイツが良かったけど、でもこれはこれで OK ですね。これはこれで OK で、バジュラはもう持ってるんで、もうこれボルフォア持ってきてサブウェポン、はいはいはい、もう引かれてもいい。今デモハン相手3枚埋まってるんで、あ、オッケー、これでいいっすね。もうバジュラ最速で打っていく感じでいいと思いますね。オッケー、デュアルファング埋める。はいはいはい。これあれだ、二角入ってるやつだ。あー、でもな、そしたらバジュラあんま刺さんねえな。んー、どうしよっかな。ファントムバイツあれするでしょう。ゾルベルでもいいな。ジルワカ。はいはいはい。ミストリエスうざいな。バイツでそろそろちょっとやるか。ほい。ちょっと、まあ、あれだな。前後しちゃったけど、二角出されても別に問題ないので、バイツでこいつやるでしょ。で、ゾルベルでいっかな。よいしょ。うん、全然これでいいか。はいはいはい。で、墓地にはあれがないんですけど、これトップでドラゴンが来たら、あー、回収できたけど、しゃあない。まあ、これはいいっす。普通にドラゴン場に出すっていう行為なんで、全然これは OK です。で、デモハンは絶対持っといて、相手のファッティを破壊したですね。
で、今、ワルキリードラゴンでダブルブレイクする場合は、ジルワークでブロックされて、この、ルピアがやられるんでね。ルピアは絶対死守。うわ、まだあるんか。おかわり来たか。まあ、しょうがない。宮沢リーおかわり来たんで。これは、ゾロベールからバジョラ進化して、もう殴りに行きたいっすね。まあ、埋めていっかな。よいしょ。バジョラ進化。こんにちは。で、もうデモハンほとんど見えてるから、ナチュラルトラップも考えにくいので、さあ、これはもうとりあえずね。行ってこい！よし、この鎖の演出がマジでかっこいい。ジルワーカ墓地送りの。で、これジルワーカでブロックかな。はいはいはい。で、これでここルピアとか多分除去しに来るんですけども、ここまで来たらルピアのもう出番はあんまりないんで、全然 OK です。はいはいはい。結局この、バジョラに対して何かしらしないと相手きついんで、で、ファッティ来たらデモハンで焼いて、バジョラでマナも焼いていきたい。さあどうする。結構きついんじゃないかな。デモハンがもうね、マナに3枚あるっちゅんで、除去がほとんどないんですよ。きついっしょ。きついきついきつい。アルカディアスに進化してもバジュラは止まらんぞ。オッケーオッケーオッケー。これバジュラ破壊できないんで、全然オッケーです。いや、むしろ相手のブロッカー減ったんで、これはもうめちゃくちゃ美味しいですね。デモハン使えなくなったけど、バジュラがあればなんとかなる。オッケーオッケー。で、相手もむしろデモハン使えなくなったから、これバジュラ止める手段なくね。よしよしよし。オッケーオッケー。ルピア焼かれるけど、全然オッケーですね。はい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 。でもアルカディアス出てるのは一番めんどくさいよな。ボルフォア出して、よいしょ。まあ、アルカディアス除去っといてもいいけど、どうしよっかな。ミストリエス。まあ、アルカ除去でいいか。こっちもデモハン使いたいんで。おりゃ。おりゃ。さあ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 。どんどんね、相手の笑みがなくなってきたんじゃないですか。ただこれな、デモハン打てるんだよな。まあでもデモハン打たしたら、ボルフォアが止まんないし、除去どっちかにしないとしんどいんじゃないかな。しかも今のでアルカディアス打ってきたから、ワンチャン持ってない。オッケー、デュアルファング。オッケーオッケーオッケー。全然いい。あ、でも俺がせっかく減らしたマナをさらに増やしに来るっていうね。めんどくさいことこの上ないな。でもね、気づいてますか？あなた山札から全てマナを置くっていう。つまり山札が切れていくんですね。さあどうする？デュアルファングで殴ってくるは絶対しないよな。オッケーオッケー。なんで、あ、オッケー、神か、これは。神だ、神だ。よしよしよし。もうデモハンでデュアルファング、もうこれ、焼いといて。よいしょ。はい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 。焼きデュアルファングして、で、もうこっちから殴って、墓地落とす。はいはいはい。でもこれもいっちゃっていいっすね。相手のシールド全部これで焼けるんで。はい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 。もうバジュラだけで、6枚ぐらい相手のマナからね、持っていってると。こいつ破壊神だな、マジで。潮流じゃねえ、もはや。あ、デモハンか？あ、はい、オッケーオッケーオッケー。かわいいかわいい。かわいいかわいい。まあ、デモハン3枚見えてる時点でね、もう殴ると。はい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 。あんなに強かった二角の超人の、ね、このコントロール力、二角コントロールにもね、余裕で勝っていくと。もうこれは、なすすめないでしょ。本来だったら、14マナぐらいあったはずなんですけどね。あ、これデモ、あ、待って、デスモーリー2体連続で出される？さては。さては2体連続で出されるか。もうこれ相手のシールドラインでこっちからやるでしょ。もう一回来る？おかわり？おかわり？おかわり？いや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 、いただきました。これです。ちょっと途中、マナ事故起こしたんですけど、十分勝てます。多少ミスしてもね、問題ないといった感じで、次やっていきましょう。バジュラが強い。はい、対戦よろしくお願いします。さっきはバジュラさん大活躍でしたね。やっぱね、いくらマナ溜まってる状態とはいえ、2減らされるっていうのは相当なストレスになるはずなんですよ。俺はそう思います。さてさて。お、いいねいいね。で、先行か。あんまり暇なは序盤から見せたくないんですよね。かといって、この辺埋める理由にならないから、これはさすがに見せます。メルノガルスじゃないわ。メルガルスを墓地に、じゃないわ。マナに送っといて、どうしようかな。コッコルピア出すでしょ。で、相手ボルメテウス。あー、ボルテールドラゴン入ってる時点でもうこれ、はい、決まりました。これはね、いいですか。この、ボルテールドラゴンが入ってる時点でね、もう間違いないですよ。これはドラゴン脳ですね。ドラゴン脳。ドラゴン脳を、このファントムバイツで脳を噛んで、脳神ネオロしていく。そういうことでございますと思ったけど、ファントムバイツが被っていく。これバージュラ埋めるのは支えないから、墓地に送られる分にはいいんですけど、回収できるんで、マナに送るのはちょっとしんどいかな。まあまあまあ、エナジーライト持っときたいな。一旦ここ、コルピア出しといて。コケコッコー！相手今のところ火しか見えていない。悲嘆ってことは支えないよな。ディメンジョンゲート。相手もココルピア。さあ、このね、焼き鳥。この、鳥を焼き鳥にします、今から。はい。焼き鳥食べたい人。はいはいはい、私焼き鳥食べたい。私焼き鳥食べたいな。行ってこい、ファントムバイツ。あ、でも今のゾルベール出してもよかったな。相手、この、
ココルピアに何もできないんで、何もできないっていうか何もできないようなデッキなんで、バジュラ先に出してもよかったかもしれない。まあでも OKOK、OK OK、もうこれで5取りで待ってる時点でこっちのねものなんですよ。 OKOK、OK OK、管理セーター、管理セーター入ってんだ、なるほどな。狩猟業、まあ埋めてゾルベルでいくから全然これでいい気がするな。別にハンデスとかないと思うんで、ゾルベールで、なんならこれドラゴンめくれたらそのドラゴン回収できるけど、そういうわけにはいかない。結構ドラゴン入ってるんですけどね、バジョラが2枚にボルメテウスが1枚で、バルキリードラゴン3枚にメルノガイスが2枚の ゾルベールが3枚の11枚なんで、結構めくれる可能性もあるんですけど、まあめくれなくても全然 OK ですね。進化元になってくれる時点でアード。ドラグストライク、これさてはドラグストライクで自爆してきて手札からドラゴン出してくるムーブワンチャンあるな。火炎流星だ、それはきつい、それはきつい。まあでも大丈夫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 、相手手札なくなったんでね、全然 OK です。でドラゴン引いちゃいます。おお、来た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 、これです。はい、バルキリードラゴンでアーマードドラゴン回収します。出席取り、はい、天候取ります、天下取り、天候します、天候します。ボルメテウスないやん、どうしようかな。あ、バジュラ2枚目取る必要ないよな。もうこれバルキリードラゴン打っといて、あの手札戻しといて、あの第2陣のを構えておく。もうバジュラ手札に1枚あるん でこれでバルキリードラゴン見せることによって、バジュラ持ってるかもと思わせつつ、実は持ってないかもという可能性も考えさせつつはい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 、全然 OK で、あれは多分ドラゴンかな。このドラッグストライクは無視でいいと思いますね。 OK、 ガクアサーファー、あ OK、 これはもうドラッグストライク戻しましょう。これ自爆されてドラゴン出されるの一番めんどくさいんで、こいつはもう手札に戻しといて、であとはもうバジュラで殴っていけば OK ですね。でこの精度来てくんないから、 OKOK、 おいしいおいしいおいしい、これあのシールド殴らずに精度を殴ることによってマナだけおいしくいただく状況。あ、もうこれ使いません、使わずにそいつは餌として、あのこれバジュラの餌ですね、バジュラモジュラの餌なんで、で死の宣告は取っといていいな、死の宣告取っといていい、いやこれもう持っとくか、もうバジュラ普通に出すか、よいしょ、 OK、 バジュラ出す、こんにちは、よいしょ、お呼びですから、ズラッさあさあ、マナを破壊していけ、マナという名の自然を破壊していく、これが自然破壊バージョラでございます。でここでドラゴン来ても死の宣告で落とせるん で次のターンに狩猟魚も出せるんでね、マナの周り的にいただけますよ。さあどうする、マナ埋める、ドラゴンストライク埋めて、コッコルピアかわいいかわいい、うん、そのコッコルピアすら許しません、私はそのコッコルピアの召喚すら許さない。これバルキリードラゴンはもうデッキにアマードドラゴンないんで出す理由がないですね。もうこのコッコルピアすら許さない、私は。はいはいはい、もう許しません。よいしょ、で狩猟魚出して、はいよっ、まあでもマナに置く理由もなかったかな、バルキリアスは、バルキリアスじゃない、バルキリードラゴンは。でバルキリアスドラゴンとか出たらさ、めちゃくちゃ熱くないか。アーマードドラゴン場に2体やったらグラビティゼロでタダで出せるってやつなんですけど、ハイトリガー切った後なんですか、海流世代、いやーかわいいかわいいかわいい、ナチュラルトラップとか入ってる回タイプかなとか思ったけど、まあ、これももう終了でいいっすね、別にあのこいつら殴ってもいいんですけど、それでバジュラやられるよりかは、ここでなんかバジュラ多分やられないんで4コスで除去できないよねって感じで、綺麗に勝っていく。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。今のところ調子良きですよ。さてさて、またまた先行では、このバジュラの餌になってもらいましょうか。バジュラって何食べるんだろうね、普段。バジュラって普段何食べてるか、ちょっと今度聞いてみたいですね。なんかそんな鎖に繋がれてるから、こう、自由に食べられないのかもしれない。こう鎖に繋がれた状態で、口だけ開けて、こう、誰かに、なんか、あんしてもらわないといけないみたいな。なんだろうね、バジュラって普段何食うんだろうね。てか、この、デュエルマスターズ界のクリーチャーって普段何食べるんだろうね。あー、フェアリーキャンドル。こいつアタックできないよね、OK。そいつ強い、あ、これあれだ、あ、待って、これあれじゃん、あー、これあれか、あれだあれだあれだ、分かった分かった、これあれですね、あれなんで、これもあの除去、あのアストロリーフ来るんで、よいしょ、アストロリーフ入ってるんで、はいはい、分かった分かった、もうアストロリーフ来るんで、来る前にもう除去、あの目についたやつはすぐ除去でいいです。はいはい、アクアハルカス、アクアハルカスと、まあ全然 OK、 全然 OK です。でここメルガルス出して、あのカウンターの形取りたいですね。で死の宣告もありなんですけど、ココルピアやめていいや、よいしょ、いらないいらないいらない、もうメルガルス出しておいて、こいつ普通にね4コス4千っていうだけなんですけど、ドラゴンっていうことでココルピアある状況だと2で出せて、その後にバジョラっていう風に7でバジョラを着地できるって感じで入れてます。オッケーオッケー、パイスラここに構わせて、全然オッケー全然オッケー。で残り2コスでなんか来たら嫌だけど、あー、アクアガードか、ガーディングね、死の宣告でアクアガードを墓地に落とされて、あれだな、アタッカー減るってやつだな、アクアサーファー来い、あーオッケー、狩猟魚全然オッケー全然オッケー全然オッケー。ここブレインチャージャーから狩猟魚っていう割とビッグムーブができるので、
フレンチャージャーうちの、はいはい、あ、バジュラ引いていく。オッケーオッケー。メルガルスバジュラがもう見えてますね。もうメルガルスバジュラできる時代がもうすぐそこまで来ている。悪くないだろ。さあどうする。この狩猟魚が出てる時点で、パラディンとか打たない限りは面倒じゃないかな。オッケー、アストラリリーフやはり持ってましたね。やはり持っていた。オッケー、パラディン出る。まあ全然オッケーかな、それは。あの、トリガーさえ出てくれれば全然これ巻き返せるんで。はいはいはい、バウンスされるけど結局バウンスなんでね。次のターン、死の宣告と狩猟魚で、相手のクリーチャー1体減らしながらブロッカー出せるんで悪くない。さあ、ここの引き。あー、デモハンとか引きたかったけどしゃあないな。それはちょっと欲張りか。まあ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 。ちょっと待って、これ。オッケーオッケー。狩猟魚バジュラを1枚埋めるか。ルピア出してメルガルス狩猟魚もありなんだけど、1体クリーチャー減らしときたいかな。いや、これ2回目のパラディンになって早々来ないよな。ブロッカー2体立てといて、あ、これココルピア出そう。ココルピア出して次メルガルスバジュラがまで見てるんで、ここでもうマナをフル活用して狩猟魚全部出しといて、あのパラディンさえ来なければこいつらバウンスされないんで、これでいいかな。で、パイスラ1枚打たれても、シールドが1枚残る状況には持っていけるんで。オッケー、ブルレイザー。さあ、パイスラ来んなよ。パイスラ来んな。パイスラやめろ。パイスラやめろ。オッケー、あー、エグゼ。エグゼか。でもまあ、シールドは残るから問題ないかな。で、これは、通します。ワンチャンこれでトリガー引いたら、このエグゼも枯れるんで。あいつ取りたいんで。ダメか。で、これどうする？オッケー、ターン終了。来た。これはもうメルガルスバジュラでいいですね。メルガルスバジュラして、あいつ破壊しながらまだ墓地送って、あーでもこれ、いや、二除去でいいな。まだメルガルスバジュラ打つ理由ないな。倍打って、こいつ除去って、よいしょ、二除去でいい気がする。あーでもこれあれか、ブルレイザーだったんか。あ、じゃあメルガルスバジュラでよかったな。ちょっと見せたらブルレイザー忘れてたな。それだったら一除去して相手クリーチャー出さないといけない状況になったから、あ、まあでもこれでいっか。うん、これでいい気がするわ。よしよしよし。相手手を出ねえんで。OK。で、これでパラディンで殴ってきたところにメルガルスバジュラで相手のマナーも。あー、フェアリーキャンドルか。ちょっとそれは強いな。で、これでエグゼ来る。で、ここはブロックします。シールは絶対1枚の状況作っといて。で、これ多分殴りに来ないでしょ。あ、殴りに来るよ。OK。これはもうブロックします。もう相打ち取っといて。OK、OK。これは美味しいですね。これは美味しい。あの、常にシールド、スピードアタッカーが手段にある状況が一番きついんで。OK。これどうしようかな。ゾルベールバジュラもありだけど、ブロッカー残しときたい。まあ、メルガルスバジュラ安牌か。よいしょ。ただ、ブロックされて手札引かれるんですよ。ちょっと良くない、この状況は。ただ、相手のマナも枯れるんで、これはやっといていいっすね。よいしょ。OK、OK。まあでもさっきメルガルスバジュラでよかったかな、強いて言うと。あの、死の宣告とバイツ打ったときね。OK、これでブロックされてワンドローされるんだよな。ヘリキャンドル全然強いよな。まあでも一旦これはちょっと許容で、で、次ゾルベール出せるんで、ここでスピードアタッカー来なかったら一応大丈夫。ただ相手の、これ暇がなくなったぞ。これバジュラに強いとこ出たな。あー、フェアリーキャンドルまた来たか。まあまあいい。え、でも大丈夫。これね、結局、相手パラディンで殴るしかできないと。そしたら相手のマナ枯れるんで、スピードアタッカー出せないぐらいまで HP じゃないわ。このマナが減るんで。OK、ブレインチャージャー。チャージャー打ってワンドローして、あれ引いたとしてもゾルベール出せるな。チャージャーこれでいいか。ちょっとこれワンドローしたいな。ワンチャンこれで原流符とか引けるんで。ダメか。まあゾルベ、あ、待って、ゾルベール出しちゃった。あ、まあいいか。アクアサーファーでキャンドル戻したらよかったけど、あー間違えたけど、まあいいや。これブロッカー結局立てられてるんで、そんな問題ねえや。間違えたけど、本当に間違えた、本当に間違えたけど、本当に間違えたけど、まだ参る。これ結局ブロックするしかないんで、オッケーオッケー。よしよしよし、こっからも一方的に殴ります。オッケー。でもうマナがないんでやることがないと。あ、でもブロッカー出されると面倒だけど、でもアクアサーファーもあるし大丈夫ですね。間違えたな、間違えたけど、オッケーオッケー。火埋める。アタッカー出すしかないんじゃないかな。けどアタッカー出せるか、これ。結構枯渇したぞ。オッケー、来た。オッケー、狩猟魚も出せる。よしよし、来た来た来た。殴り来た、殴り来た、殴り来た。よしよしよし。よいしょ。持っていって、ほいほいほいほほい。
まあ、ちょっとね、あの手順のミスあったんですけど、ここまで来たら勝ちですね。まあ、あの相手のまだないんで。はい、やらなくなりましたと。あ、もう破壊神だ。これが、これが環境破壊神。これぞ環境破壊神でございます。はいはいはい。あ、もう全然問題ない。はいはい、パイソラでしょ？オッケーオッケーオッケー。これでシールドトリガークリーチャーとか連続で出ない限りは、もう負ける要素ないんで、もうこれで終了しといて、はいはい、もうマナがないと何もできないんで、火炎流星弾撃つぐらいしかもうこれできないんで、1マナ当たったら。アクアガードか。あー、まあ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 。でもそんなもん全然、でもかっこいいな、これ。あー、オッケーオッケー。もう、はい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 。はいはいはい。出落ち、出落ち、出落ち。これもう出落ちして、まあ、一応ゾルベール出しといて、オッケーオッケーオッケー、よく耐えた、よく耐えた、この猛攻によく耐えた。まあ、結局これ墓地回収できないって感じなんですけど、はいはいはい、まあ、あの今貯めた罠のマナすらも許さない。もうこれでバジュラで全部焼いて、こんがり焼け、何、いや、まあまあまあ大丈夫ですね。はいはいはい、こっちアタッカー2枚あるんで大丈夫です。どっちでとどめを刺されたい、ルピアの方が可愛いんじゃない？オッケー、そうだよな。ルピアの方、やられるなら、こんな、半魚人より、まだこの、ね、焼き鳥の方がいいですよね。はい、とどめっぴ。あっしゃ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 。危ねえ。ちょっとアクアサーファーと、間違えたり、マナジコとか起こしたりもしたんですけど、しっかり勝てましたね。バジュラ強い。やっぱ3連勝できたんでね、もう十分強いのかなと思います。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。ちょっと多少のね、プレイミスなんかもあったんですけど、まあ、ちょっとプレイミスしたぐらいじゃ負けません。バジュラが強いと。一応ね、速攻対面に当たっても、バイツ原流砲しっかり入れてて、で、まあ、ブルレイザーの横並びがちょっときついんですけど、なんとかね、狩猟魚とかで守って、あと死の宣告使ったりとか、もうとにかく耐えましょう。耐えて、で、隙を見てコッコルピア出して、さっきみたいにね、メルガルスバジュラっていう、7コスでそのままバジュラ出しちゃうぜ、みたいなね、そんなムーブが取れたら非常に強いですね。で、速攻対面においては、もうマナを枯らせば、スピードアタッカー出せないぐらいまで追い込めば、ブロッカー出しとけば、やられることっていうのはほとんどないと思うので、そこまで目指してやっていきましょうって感じですね。あとトリガーに関しては、この、診断が発売されてもなおもう間違いなくやること、アクアサーファーとデーモンハンドはまだ強い。特にデーモンハンドとかさらにね、需要が高まったんじゃないですかね。バジュラが出たことによって、もうとりあえずシールドトリガーにデーモンハンドをお祈りするみたいなね、そういう場面もね、今後増えていくのかなと思いますので、デーモンハンドが入ってるデッキを中心にやっていくといいと思います。ということでね、今回この辺で終わります。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。